はいどうもキリハです。今回は、新しい要素として、追加をされたお湯武器ですね。こちらの装備でめちゃくちゃ強くなる生徒をまとめてみました。この固有武器の存在で誰の星を上げようか悩んでいる方とかもいらっしゃると思うので、よければこのデータを参考にしていただければと思います。そして今回紹介する内容に関しては、固有武器を星2にすることでパッシブスキルが追加されるんですけど、そのパッシブスキルにスポットを当てた内容になってます。あらかじめご了承ください。そしてパッシブスキルを強化した時に付与される能力についてもよくわからないという方もいらっしゃると思うので、そのあたりも詳しく説明しようと思います。今回の動画を作るにあたってたくさんの方に協力していただきました。皆さん本当にいつも情報共有ありがとうございます。内容の方でまだ未完成の部分もありますので、数値が違うですとか計算式が違うといった内容がありましたら、コメントなどで教えていただけるとありがたいです。それでは早速やっていきましょう。はい、まずは響きですね。いつも通りなんですけど、響きの武器を星2にすることで得られる効果というのがこちらの安定値の増加となります。ちなみにこれ安定値ってあんまり強くないんじゃないかですとか、よく分かってないという方もいらっしゃると思うので、この安定値がいかに強いかというところを説明しようと思います。ちょっと動画で取り上げたこともなかったんでね。まず安定値っていうのはこのステータスのこれのことですね。簡単に説明すると、安定値が高ければ高いほど通常ダメージの上振れ下振れが上振れに行きやすい内容になってます。簡単に言うとこんな感じですね。で、実際にどれぐらい変わるのかというところを説明すると、こちらが計算式になってまして、もともとの安定値が1141ですよね。で、響きのパッシブスキル強化でこの安定値が2091まで上がることになります。で、安定値っていうのは一番出るマックスのダメージに対して安定値が低ければ低いほどこれの減衰が起こるわけですね。そしてその計算の仕方がこちらになります。あ、ちょっとブラウザバックは待ってください。分かりやすく説明します。こんな感じで計算をすると安定値の下限が決まるんですね。で、その下限っていうのがこちらになります。もともとの1141の安定値だと下限が 73.4% になりますので、例えばマックス値のダメージが5万だとすると、この3万6000ちょっとのダメージから5万の間を行ったり来たりするわけですね。5万の場合ですね。それが安定値が上がりますと下限値が 87.7% になりますので、こういったダメージに変わります。7000近くねダメージが変わってきますので、もう全然違いますよね。特に響きに関しては EX スキルが最大5ヒットしますので、この恩恵は絶大となります。私も最近まで知らなかったんですけどね、詳しい方に教えていただきました。本当にありがとうございます。すなわち、響きのこちらの安定値というのはかなり重要なので、育てておいて損はありません。安定値だから後に回そうかなと思っていた方はこれぐらい違うので、全然育てちゃって OK です。はい、次にセリカなんですけれども、セリカに関しては固有武器を星2にしますと攻撃力が単純に643まで上げることができます。これがどれぐらい強いかなんて言うまでもないと思うんですけど、普段小玉などを入れて攻撃力が 17% 上がるとか、そんな感じでね、火力を上げている人にとっては元の攻撃力は3700ちょっとで、これが600上がるって言ったらもう強いに決まってますよね。で、特にセリカはそれが顕著で、攻撃力の計算っていうのはこの固定の上がる数値を加算した後に、例えばこういった EX スキルの攻撃力何パーセント増加というのがかかりますので、固定で増えた上にさらにこの倍率が乗ってくるのでめちゃくちゃ強いんですね。なので私はまだできてないんですけど、セリカの DPS えらいことになると思います。そしてこの攻撃力が上がる系のキャラクターかなり強いので、もうそのパッシブに関してはもうガンガン上げちゃって OK だと思います。ここからは攻撃力系のキャラクターを紹介していこうと思います。まずはこのセリカですね。そして次にカリン。バニーイベントで
新名文字が大量にもらえている方も多いと思いますので、私も新名のかけら使わずにもう星2にできました。カリンに関しては攻撃が上がった後にさらにサブスキルで味方の攻撃力を全体でアップできますので、このあたりも相乗効果でめちゃめちゃ強いです。かなりおすすめですね。そしてバニーカリンも最大値785上がるということでめちゃくちゃ強いですね。今現状だとペロロジラでかなり人権でした。そしてマシロもですね、攻撃力なんですね。水着のマシロは最大で726の攻撃力アップがもらえるという情報になってます。戦術対抗戦でもっともっと強くなりますね。最近椿がワンパンされること多いなと思ったんですけど、もしかしたらこのせいかもしれないですね。そしてあずさの水着も攻撃力が480に上がるということになってます。そしてカイテンジャーやヒエロニムスで大活躍の水着のイオリですね。もう水着ばっかなんですけど、水着のイオリに関しても攻撃力が最大801上がるという情報になってます。言わずもがな強いですね。持っている方は全然優先しちゃって OK です。そして今回のペロロジラで大活躍だったアリスなんですけど、元の攻撃力が高い分なのか分かんないんですけど、なんと最大で960も上がります。今回のペロロジラで保有武器が星2になってる方の火力がえぐかったんですけど、これが理由ですね。本当にめちゃくちゃ強いです。アリスは固有武器で化けますね。かなりおすすめになってます。そして攻撃力の最後はシュンですね。シュンも攻撃力が最大で735上がるという情報になってます。総力戦でも戦術対抗戦でも大活躍な子なので、シュンもおすすめになってます。攻撃力の子は以上なんですけど、他にも攻撃力が上がる子はいるので、そういった子は全然優先しちゃって OK です。今回はおすすめするキャラとして紹介しているので、自分の推しのキャラで攻撃力が上がるというキャラはどんどん上げちゃってください。そして今回いただいた情報で本当に面白いなって思ったのがジュンコですね。ジュンコのパッシブってこの回避値なんですけど、固有でもさらに回避値が上がります。その数値なんですけど、元々の回避が794ですよね。これに固定値304のプラスになります。そしてこのパッシブのパーセンテージがマックスまでやると 266% までいくみたいなので、全て合わせますとなんと回避値が1390まで上がります。この回避値がどれだけすごいかという話なんですけど、回避型の最強タンクの椿の回避値がなんと1416なので、ほとんど同じぐらいの数字になっちゃいます。つまり椿ぐらいかわすってことですね。戦術対抗戦なんかで使うとこの回避値がかなり生きて強いみたいです。なので巡航推しでかなり鍛えている方なんかは武器の星を2に上げて戦術対抗戦で使うなんていうのも面白いんじゃないでしょうか。そして次に会心ダメージ地形に行こうと思います。会心ダメージが上がることによる恩恵に関してはもう本当にめちゃくちゃ強いので、こちらの動画で検証した内容をやってます。よかったら見ていただくと会心ダメージ値がどれだけ強いかが分かりますので、こちらの動画もチェックしてみてください。そして会心ダメージが上がるキャラに関してはみんな一律っぽくなってまして、このパッシブの他にプラス3800の固定値がプラスされるようになってます。つまりこの会心ダメージに 38% プラスということですね。 215% プラス 38% という計算になります。めちゃくちゃ強いですよね。なのでこの会心ダメージ値系のパッシブスキルを持っているキャラクターもかなりおすすめになってます。その中でもおすすめなのはイズナ。火力もめちゃくちゃ高いですし、白黒戦などでもう他に変えられないぐらい人権になってます。特にノーマルスキルが強くてコストを使わずに強いっていうのが本当に特徴的ですよね。そしてノノミも会心ダメージ系になってます。総力戦のケセドでも使えますし、通常の任務や露天防衛でも大活躍な彼女なので武器は上げる価値ありです。そしてハスミですね。ハスミも会心ダメージ系になってまして、イオリを持っていない方だったりですとか、貫通の総力戦の2部隊目に入れたり、もちろん1部隊目で使っている方もいらっしゃいます。かなり火力が高いスキルなんですけど、それを少しでも最効率化するのに会心ダメージアップは欠かせないと思います。
初見もおすすめですね。そしてバニーイベントで新名文字が大量にもらえたネルですね。ネルも会心ダメージ系になってます。イベントでたくさん新名文字をもらえてもう武器が星2になってるという方もいらっしゃるかもしれませんね。ネルはコストも安くて今度月末に来るビナー戦でも使えるキャラになってますので今のうちに上げておいてもいいかもしれません。はい、ということで固有武器でぶっ壊れるキャラクター14戦とさせていただきました。いかがだったでしょうか。もう本当にね、有識者の方にもういろんな情報をもらったりですとか本当に助けられました。ありがとうございます。固有武器の情報に関しましても今情報を集めてる最中なので冒頭でも言いましたがちょっと数値が間違っていたりというのがあるかもしれませんのでご了承ください。私が紹介した計算式の方でもちょっと違うよというのがありましたら教えていただけると嬉しいです。固有武器に関してはかなり長い道のりになると思いますがこの情報を踏まえて無駄にならないように育てていきましょう。それではチャンネル登録するかどうかはお任せしますのでまた次の動画も見てくださると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。